はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6時回りました。今日月曜日やったんですね。はい、あと1時間弱頑張って、帰りたいなと思います。産経新聞を見てたらこんなの見つけましたね。東京から他県外出に苦言、小池氏しっかり守ってって、なんやろうと思って、まあ短いから読んでいきますね。東京都の小池百合子知事は26日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象となっていない周辺県の商業施設に都内から人が流れている状況について、都県境は越えないでほしいと伝えている。しっかり守ってほしいと苦言を呈した。都庁で報道陣の取材に答えた。このおばさん、なんか日々こう勘違いを深めていますね。東京都知事というのはね、そんなことをね言うのが仕事かっていう。でこう、なんで出たらあかんの、ええやん別にと。だって東京都は動物園まで閉鎖してるんでしょ。行くとこないやん。どこに行けっていうね、ほんまに。家にいろって言うんかい、ほんまに。憲法では移動の自由って保障されてますからね。どこに行こうと勝手やん、そんな、みたいな。まあ、もうちょっと行きましょうか。25日から宣言期間となった都内では、商業施設や酒類、これ僕、種類って呼んでたんですけど、酒類って呼ぶんですかね。アナウンサーがそう言ってましたね。どっちでもいいような気もしますけど。酒類を提供する飲食店に休業を求めており、買い物や食事を目的に営業している店舗を求めて多くの都民が周辺県に足を運んだと見られる。ええやん、そんなん周辺県でも来てほしいやん。なんでそれをね、わざわざね、行くなっていうの？だから僕らはウイルスの中で死んだらええのみたいな。そんなことになるやんね。まあしないけど。しかし本当なんかわけのわからん勘違いのままにですね、ものを言うおばはんで、誰やねこんなに、ほんまに333万人出てこいみたいな。ほんまにね、情けないね。最後ですね、小池氏は今回のコロナは従来よりも強い、だから関西があんなに大変になっていると強調し、首都圏でそれを繰り返したくないと理解を求めた。そんなもん首都圏でもそのうち広がんねん。そんなもん来てるに決まってるじゃないの、ほんまに。新幹線あんだけビュンビュン往復してるんですよ。あんだけビュンビュン往復してて、今でも結構人乗ってるでしょ。来えへんわけないやん、そんな。なんだもん、だから他の県に行くなとか言われたって、そんなもんね、そんなことでね、拡散が防げるわけがないね、そんなもん。まあ、本当にこのおばはんはでもね、本当にそういうふうに願ってるのではなくて、そういうふうに言うたらニュースになるやろと思ってるんですよね。だからそう、ニュースにされそうなことを言うてるだけなんですよ。実際そう考えてるとは限らないです。どう言うたらええのかしらと思ってるわけですよね。どう言うたらニュースになるかって、現にニュースになってるわけですよ。だから、このおばさんの作戦としては成功してるんですよ。でも、言えば言うほど、このファンひょっとして、ちゃうんかっていう話になっていくわけですよ。で、だんだんしらけさせていくわけですね、都民を。いやー、勘違いが、はなはだしいですよね。で、このおばはんはですね、これからあれなんですよね。衆議院が解散になるとですね、そっちへくら替えするつもりなんですよね。で、何かというと、二階さんって、二階俊博ですか？パンダ派側の。あそこに行ってですね、その相談をしてるそうなんですけども、2階のおっさんもね、おっさんというよりもじいさんですね、もう立派なじいさんですけども、まあ来るものは可愛いですよね。でおばはんやし、むさ苦しいじじいが来るよりもですね、おばはんが来た方がまだマシやんだよ、もうおばはんやけど。でまあ言葉上手でしょ、言うことうまいでしょ、女やし政治家やし元キャスターやし。だからそれを可愛がってですね、次のあれですよ、総選挙に出そうとしてるわけですよ。でまあ多分当選するでしょ。元の池袋とか練馬の選挙区ちゃいますの、あっちの方で当選したとしましょう。で、このおばはんはあれなんですよ、総理大臣を狙ってるわけですよ。
で先に衆議院選挙があった場合は自民党の総裁候補を狙えるわけですけど、ここにでも自民党入れるんでしょうかね。まあでも自民党の公認をもらったらやはり戻りますね。で総裁候補に立候補しようとするんでしょうけども、総裁選挙に立候補しようとするんでしょうけども、自民党というのはね、の総裁選挙でですね、20人の国会議員の推薦が必要なんですよ。その野田聖子さんなんかはですね、それを集めるのにいつも苦労してるわけですね。でこの小池のおばはんはですね、自民党内に全く人望はないんですよつまり味方がいない状態それはね、もう30年にもわたってですね、不義理を続けてきたわけですよ。いろんなとこ行った裏切って、いろんなとこ行ったらちょっと足で砂引っ掛けてってやってるわけであって、味方がいないんですよ。都知事になってからもですね、音滝とかですね、上田玲子さんとかね、あの辺が最初です、見方やったんですけども、みんな今離れていきました。で、都民ファーストの会かなんかありますけども、この小池のおばはんだけ頼りっていう弱小議員しか残っていないんですね。それも離反気味なわけですよ。で自民党に戻ったところでですね、総裁選の20人、推薦の20人すら集められないんですね。要はただね、このおばさんの狙いはですね、7月にある都会議員選挙なんですよ。ここで都民ファーストの会が大躍進してですね、風を巻き起こしたら、自民党の中にひょっとしたらあのおばはんを担いだら俺の選挙も勝てるんちゃうんかという思う、そういう浅はかなことを考える議員が出てこないとも限らないですね。でそれに乗ってしまおうという戦略なんですよ。このおばはんもアホではないんでね、そこまでアホではないんで、ね、そういう戦略で、来てるんちゃうんかなと。しかし本当に何ていうのか、風頼みというか偶然頼みで、もうその政治家になってからもう長年不義理を働いたのが今になってですね、最後の企みをですね阻止されてしまうんちゃうかと私は思うんです。というかこんな阻止しなあかんやと思うんですけど、しかしね、ほんまに緑のたぬきでですね、緑なんて、緑、もう腹ん中どす黒いんちゃうと思ってしまいますけどね、毎度毎度ですね、ニュース見てると出てくるんですよね、このおばさんが。ほんで、もうひたすらそう、どういう動きをしてるかっていうのは、ひたすら自分が目立つ。自分の言ったことが取り上げられるって、それしか考えてない。もう政治家としては、本当に、国民にとってですね、大して何の役にも立たんと。そこまで言うたらっきりあれか。多少役に立って。多少ね、ばらまきとかね、人気取りをやりますから、人気取りで多少はね、それでいい思いをする人が多少は出てくるかもわからんけど、結局、大所高所から物が見れないわけであって、自分の目先の刹那のことしか考えてないわけであってですね、民主主義の政治家としてはもう、あれですね、当選させてはいけないタイプなんですよ。いけないタイプで、もう出たとこ勝負の、あれですよ、もう人気取りしかないという政治家ですね。見てるとね、なんだムカついてくるんですけどね、しゃあないですね、これもね、ほんまにね、633万人やったと思いますけど、そんだけの人が投票したわけですからね、民主主義あかんわというお手本みたいなもんですよ、本当に。もうのしつけてね、こう会計渡ってあっちの方行かはったらええのにと思うんですけど、いやということでですね、これは貼っておきましょうか、大丈夫だと思うんで、産経新聞の、今全部読んでしまいましたけどね、読んでしまいましたけど、東京から他県外出に苦言、小池氏しっかり守ってという産経新聞の記事なんですが、はい、都内ちゃうわ、国内で1万人超えたっていうふうに出てますね、ここにね。とうとう、でもこれね、1年間ちゃいますからね、1年と2ヶ月、3ヶ月という時間を経過して1万人超えたという記事も出ています。はい、このおばさん、相変わらず緑の色を使った作業服をお召しになってますね。はい、ということで、貼っておきますので、短い記事なんですけども、もし、もう一回読みたいなんていう方はいるとは思いませんけども、もしいらっしゃればですね、見ていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。
うん。